今日は国際試合の模様をお伝えします。福西さん、代表でプレーするのは選手にとってやはり特別なものですか？やっぱり誇らしい気持ちになりますね。その分常にプレッシャーも感じます。日本のスターティングメンバーです。攻撃的な4-5-1です。乾、キーパー反応した。ボールを弾く。ここは日本がコーナーキックを得ました。弾いた。走り込んだ味方にスルーパス。惜しいシュートです。香川真司に注目が集まりますね。今日はどんなプレーを期待されますか？福西さん、狭いスペースでのテクニックが持ち味です。とにかくクアドラード。これは大きく枠を外しました。スタジアムからはため息が漏れます。今のはチャンスでしたね。あれは決めてほしい場面です。ボールが足につきません。ルーズボールだ。このプレスは素晴らしい。ボールを外に出させました。スローインです。香川真司、中にクロスが入った。惜しくも届きません。クロスは簡単にカットされました。エカテリンブル、素晴らしいボールです。危険な位置です。緊張感が増してきます。これは来た。ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。サンティアゴ・アリアス、コロンビアのスローイン。ガルシア、東口がセーブ。ヘッドで渡します。うまく読んだインターセプト。ボールを失いました。ファルカオのオフサイドです。長友佑都、サイドからの攻撃へ向かいます。どこまでドリブルするのでしょうか。乾、まだボールは生きています。コロンビアボールのスローインになります。カルロス・サンチェス、サンティアゴ・アリアス、ゴールキーパーがうまく前に出ました。ロドリゲス、原口元気。さあ日本が攻撃します。ここで抜けたの。いいパスだ。止める。止めます。日本ボールのコーナーキックです。ボールを入れました。いい形でゴール前まで持ってきました。勝ち越し来るか。ボールはキーパーがキャッチします。これは味方に通らないか。チャンスです。ファルカオ、マイナスのクロスを入れた。柴崎岳、スペースに見事なスルーパス。さあどうする。入るか。ボールはまだ生きています。コーナーキックのピンチ。守備陣には警戒が必要です。
コーナーからエリア内へ。ここははっきりクリアした。正源キーパー見事に止めた。あの距離からのシュートによく反応しました。コーナーから中へ、大きくクリアできていません。真ん中にクロスを上げた。ここはしっかりクリアされました。深い位置でのスローインになります。乾隆、タックルでボールがこぼれました。スコア、エカテリンブルクアリーナはハーフタイムを迎え、現在後半の開始を待っています。ドリブルで相手を揺さぶります。このボールは相手にクリアされました。コーナーキック、先ほどのシーンをもう一度ご覧ください。いいセーブですね。コースを読んでいました。いいボールでしたが、ここはクリア。小林勇気、ルーズボールになっています。サンフェルナンド・キンテーロ、サンチェス、いいプレスでしたね。ボールは大きくクリアされました。香川真司、日本がゴールを狙います。サンティアゴ・アリアス、ダビンソン・サンチェス、先のことを考えすぎました。相手に乾隆、素早く詰めたい。柴崎岳、ボールはキーパーの手の中へ。乾隆、スペースへのボール、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。横へ展開をします。日本ボールのスローインになります。コロンビアが選手を交代します。ルーズボールです。ボールはどっちだ。長友佑都、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。前が空いている。ここはドリブルで前に出ます。シュートだ。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたから、しょうがないと思います。ここで柴崎岳が下がります。サンフェルナンド・キンテーロ、このパスは読んでいました。コロンビアボールのスローイン、サイドへ振る。サンフェルナンド・キンテーロ、吉田が読んでいました。絶妙なパス、ゴールチャンス。残り時間も少なくなってきましたが、ここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたが、ついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。お気に入ったシュートですね。はい、素晴らしいコントロールですよ。非常に冷静でした。試合は再び始まりました。リードしているのは日本。このミスは痛い。相手にパスを出しました。危険な位置です。緊張感が増してきます。いいボールが出ました。外しました。絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、このまま同点にできないかもしれません。ここで交代です。福西さん、この選手の今日の働きはいかがでしたか。抜群でしたね。マンオブザマッチの候補じゃないでしょうかね。
うまく読んだインターセプト。さあ突破しましたよ。何を狙うか、ちょっと強すぎたか。ゴールです。見事に香川が決めました。日本にとっても大きなゴールですね。みんなこのシーンが見たかったんです。ゴール前で2対1の状況となりましたね。そうですね、これはキーパーも防ぎようがありません。サンティアゴ・アリアス、横に振ります。小林幸のパスがカットされました。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。これは見事なパスカットです。いいパスだ。レフリーはどうだ。乾隆、ここはカウンターアタックを狙うか。サイドにスペースがあります。中にノーマークの選手がいる。鋭い読みでカット。タイムアップ、ゲーム終了です。福西さん、今日のフレンドリーマッチいかがでしたでしょうか。はい、このチームの攻撃に対する意識ですね。これを見せつける形になりました。やはり強いですよ。福西さん、今日の香川はいかがでしたか。よくやっていました。勝利につながるゴールを決めてくれましたね。この選手ですが、もっと活躍してほしかったですね。